9月1日の外国為替市場で円相場は一時1ドル140円台をつけました。1998年8月以来24年ぶりの円安水準です。アメリカで金利が上がり、日本は金利が低いままであればドルで資金を運用した方がより多くの利益が出るとして円を売ってドルを買う動きが強まっています。日本で9月8日に新発売のディーナ・ベルちゃんが海外店バイヤーからすると安くねってなるんだよね。これグッズが値上がりしていくよね。海外生産のぬいぐるみだから値上げしてくよね。ぬいぐるみが外国製だから日本ではめちゃくちゃ高くなるよね。今は140円だけど、この先さらに円安が進んだら気軽にグッズが買えないんじゃないかな。皆さんはぬいぐるみやグッズがどんどん値上げしたら大丈夫ですか？私はちょい耐えきれないかも。アメリカも物価が上がってるらしいよね。日本はどうなるかな。安かったグッズやお菓子が買えなくなるかも。そんな不安がよぎります。今日はついに1ドル140円台って速報だったんだけど、海外転売屋だけは来ないでほしいな。では皆さん、また次の動画でね。ディーナ・ベルちゃんまであと少し、情報あったらアップしますね。